ヨーゼフ・ツベルネマンはドイツの空軍軍人。最終階級は空軍隊員。第二次世界大戦で喪失撃回数600回、衝撃追数126機を誇るエースパイロットであり、その功績から白羊付き士鉄十字章を受章した。ツベルネマンの両機を務めた軍人の中には、後に史上最多の撃追数を誇ることになるエイリヒ・ハルトマンなどがいる。 1916年3月26日に、ドイツ帝国キルヒボルビスに生まれた。戦術のように、エースパイロットとして知られているが、最初に入隊したのは、ドイツ国防軍海軍である。1940年3月1日、海軍での基礎訓練を終えると、ドイツ空軍第52戦闘航空団、第7中隊に後長として配属され、その2ヶ月後のフランス侵攻に参戦した。 同年7月には、イギリスの戦闘機スーパーマリンスピットファイアを撃墜し、最初の戦火を挙げた。1941年5月には、クレタ島の戦いにも参戦している。1941年6月に、バルバロッサ作戦が開始されると戦火は、急激に増加し、戦闘大体内で一目置かれる存在となった。同年内に20機を撃墜したことで、12月12日には、 空軍名予配を贈られた。また、1942年5月には、撃墜数が30機となり、同年5月25日に、ドイツ十字章金賞を受章した。飛行兵装長となった後、同年6月23日に57機撃墜の、先行から士鉄十字章も受章している。同年9月にはさらに30機以上を撃墜し、10月1日に4機を、 撃墜したことで総撃墜数103となった。その選考により、騎士鉄十字章の一階級上である、白洋付騎士鉄十字章を受章した。1943年の春には勝位へ昇進した。JG52 第九中隊に移った後はさらに、活躍を伸ばし、1943年4月15日に113機目を、5月7日には117機目を、撃墜した。 そのうち4月15日に撃墜した機にはソ連邦英雄であるディミトリー・グリンカ中尉が登場していた。同年5月末には東部予備戦闘飛行隊に配属され、再び戦線に戻ったのは秋のことである。その際、所属が JG52 からイタリアの第77戦闘航空団第3中隊へ変更されている。 同年12月15日には再び配属が変わり、第11戦闘航空団第1中隊へ移ったが、そこでも急激撃墜を誇った上、ジークフリート事務主隊員の代理として、中隊長を務めており、1944年4月1日に隊員へ昇進した。1944年4月8日、ローテンブルクを JG11 代ア飛行隊と第2飛行隊と共に飛び立った後、 P-51 によって先導された B-24 の変態と遭遇した。6機の P-51 と8機の B-24 を撃墜したものの、JG-11 側も戦死11名、負傷3名の損害を受けた上、自身もこの空中戦で受けた銃撃により戦死した。a b トーマス1998 P478 パッチィー・ウォール2008 P225 オーバーマイヤー1989 P55 パッチィー・ウォールシェルツァー2001 P534 AB シェルツァー2007 P810 4 and explanation of the meaning of Luftwaffe Unit designation C Luftwaffe o r g a n i z a t i o n h a t A CODING c r TO OVER MIRE ON 12ディセンバー1941 ありがとうございます。